質問は、死が恐ろしいと感じるのは死を経験したことのある魂だけだと。ね、これがよくわかりませんっていうことですね。はい、まずその世の中にはね、はい、世の中にはその過去世のある人と過去世のない人がいるんです。まずここがポイントなんですね。過去世のある人と過去世のない人がある、ね、何が違うのかと、何が違うのかというと、ね、過去世のある人は当然前世があるってことはね、死を経験したことのある魂だってことです。それに対して過去世がない人は死を経験したことのない魂だってことです。でもその無明、無明界か、無明界に落ちて、はい、でいろんな人のこうぐちゃぐちゃになった魂がこのできて生まれた人っていうのは、うん、初めての命とかっておっしゃいましたよね。これはですね、私たちの魂っていうのはね、その弁当箱、弁当で言うなら弁当箱に当たるんです。弁当箱が魂、弁当箱が私たちが呼んでいる魂なんです、はい、ね。で弁当箱にはおにぎりを詰めるんですね。そのおにぎりが、それが不滅の魂と言われるものなんです。おにぎりがね。おにぎりが。で、私たちの魂っていうのはね、新しい魂が入って、古い魂が抜けていくんです。それはいつの時点でですか？生きてる時はずっとです。生きてる時は、はい、だから荒屋敷という弁当箱に新しい魂が入って、もともと入っていた古い魂が抜けていくんです。この新しい魂が入、生きている間に新しい魂が入るというのはどういうことですか？新しい、例えば不安な人に触れると不安になるでしょ。はいはい、それは不安な人から不安な魂をもらうからです。うん、はい、ね、で入っていた分だけ自分がもともとある魂が抜けていくんです。もともとあるもの、そう、もともと自分のね、荒屋敷の中に入っていた魂が抜けていくんです。じゃあそのお弁当箱の中にはある一定の量しか入らないんですか？お弁当箱の中にはある一定の量しか入りません。その出ていくものっていうのはその古いものなんですか？それ古いもの、そう、古いもの、だから古い魂が抜けて新しい魂が入っていくんです。その魂はなんていうか、もうちょっと言い方悪いですけど、新陳代謝してるってこと？そう、魂は新陳代謝してる。だから私が存在してるのは、はい、中にある魂が続いていくからじゃなくて、その魂を入れる器がちゃんとあるからなんです。この魂を入れる器が荒屋敷なんです。そうすると、その人に生まれた人にはみんなあるってことですね。人に生まれた人にもあるし、ね、うん、
動物に生まれた人にも生まれ動物に生まれたものにもあるんです、あの屋敷は。だからこの中に入っている魂が無明界にもともとあったわけです。はいはい。でこの荒屋敷ね、弁当箱に当たるものが私を構成するものなんです。はい、はい、だからこの荒屋敷があるから房州寺が入ると私色に染まるんです、うん、で出ていくんですね、前のもの、うん、でいつも新しいものが流れては古いものが出ていくっていうことを繰り返す、うん、過去世がある人っていうのは中にある魂がね、根性初めその過去世がない人っていうのはこの中に入る魂が根性初めての魂ってことじゃないんです、うん、この荒屋敷ができたのが根性初めてってことなんです、うん、中に入っているものは流れては出ていくものだからずっと変わらずあるものなんです、うんうん、でもそれをね、私にさせているものが荒屋敷なんです、うんうん、根性初めて荒屋敷を持った人もいるってことですか。そう、根性初めて荒屋敷が あった人がいる、うん、その人は死を経験していないんです、うん、死を経験してないから死ぬとどうなるかが分かってないんです、うん、だから根性あらゆるものに執着してそれを自分のものにしようとするんです、うん、だって自分のものになったら永遠に自分のものになると思ってるから、うん、ね、はい、でも死を経験したことのある魂はこのかき集めればかき集めるほど最後全部置いていって苦しむっていうことを知ってるんです、魂が。だから根性何かを手に入れてもどこかで虚しいっていう気持ちがあるんです。だから過去世のある人はね、いわゆるお金や財産や地位や名誉にを手に入れてもね、どこかで置いていかなくちゃいけないってことを知ってるんです。でも過去世のない人は置いていく、行かなくちゃいけないのは根性初めて経験するから分かってないんです、うん、だから現実世界に思いっきり執着して生きておれるんです。うん、だから仏法を聞きませんかって言ってもね、死は大問題ですよって言ってもピンとこないんです、うん、いやなんで死は大問題ですよ、人間必ず死ぬことぐらい分かってますよ、そう言いながらこの世のものに執着してるんです。分かってないんです。臨終間際になったらやっぱり死が恐ろしいっていうのは分かります。臨終間際っていうのは本当に死ぬと思った時に今度はその中身が何もないからすごい怖いんです。死んで何が残るか、その残るものを育ててないから。ああ、はいはい。だから本当に死んだらこの荒屋敷自体もなくなってで、バラバラになってしまうんです。だから生まれてできて、過去世がない人ってほとんどが生まれてできて死んでなくなる魂なんです。ほとんどが？ほとんどが。そうなんですか？はい。まあ、この死が恐ろしいっていうこの言葉は、世間一般的にもみんな死ぬって怖いと思うんですよ、人間ってね。はい。それとは違うんですか？死ぬのが恐ろしいっていうのはね、そのなんていうんですかね、平静の時に死を考えることがないってことなんです。
過去世のない人っていうのは。死を考えることがない。そう、だから死んで全部置いていかなくちゃいけないんだなとか、お釈迦様がね、その病人を見たり死人を見たりとかね、老人を見たりした時に無常を強く感じたじゃないですか。ああいうことが過去世のない人はピンとこないんです。言葉ではでも言いますよね、なんか死んで持っていけるわけであるまいしとか、うん、死んで持っていけるではあるまいしって言いながら執着してるじゃないですか、あらゆるもの、はいそれは持っていけると思ってるんです、うん、その人は死が恐ろしいとは思ってないってことですか。死が恐ろしいと思ってないんです。でも死が恐ろしいっていう人は、ね、死を経験したことがあるんです。死を経験すると死っていうのはいろんなものを置いていかなくちゃいけないからね、うんうん、だから今までの人生を否定されるわけですよ、うん、それを魂が覚えていたらまたその時が来るんじゃないかって思うわけです。うん、これをこの死ぬのが恐ろしいっていうこの、まあ、感情ですけど、これは五章の一大事解決してるかしてないかやっぱあるってことなんですか。死が恐ろしいっていうのはあります。五章の一大事を解決してようがしまいが、死はね、いやこの世のものに執着してる限り死は恐ろしいんです。でもそのこの世のものに執着してる、していてもどこかで全部置いていかなくちゃいけないんだな、だからこの人生っていうのは虚しいなっていうふうに思ってる人が過去世のある人なんですね。で過去世のない人っていうのは本当にこの世のものを手に入れては幸せって思えちゃうんです。なんか基本的になんかこう私個人的にはなんかその死が恐ろしいと思いながら臨終を迎えるのは嫌だなと思うんですけど、はい、五章の一大事を解決したとしても、はい、やっぱり死は恐ろしいっていうふうに思って死んでいくんですか。五章の一大事を解決したとしても、ね、いわゆるこの世の価値にしがみついている限り恐ろしいと思います。五章の一大事解決してもこのようなものに執着はするんですか。これは五章の一大事を解決した魂であっても根性をまた一からやり直しだからなんです。どういう意味ですか。根性、五章の一大事が過去世において解決されても根性においてまたこのようなものに執着するところから始まるんです。少年時代解決しました、死にました、でまた人間に生まれました、はい、やっぱまたこの世のものに執着する。そう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 、うん、だけど普通の人とは違って死を経験したことのある魂だからちょっとした無常でだんだん執着できなくなっていって、うん、そして恐ろしくなくなるわけです。死は、うん、死が恐ろしくなくなることっていうのは根性で人間にはあるんですか。ありますよ。死が恐ろしくなくなるってことは今の心と何も変わらない未来が待ってると思うからです。でもちょっと頭ごちゃごちゃになってきたんですけど、じゃあ五章の一大事解決したところでしたとしても、はい、やはりその後、まあ、教えていただいたことをずっと続けていかないとその死が恐ろしいっていう心からは、いやだから五章の一大事を解決するっていうのは本来はね、五章の一大事って何かって言ったら死んで何もなくなることなんですよ、うん、ね、うん、中身がないことなんです、はいはい、ね、中身がなくなってしまって、うん、また無間地獄に戻ってしまうのが五章の一大事なんです。はいはいね、だから中身のある人は、ね、死んで中身があるから五章の一大事じゃないわけです、うん、だけど死が恐ろしいっていうのは、うん、この世のものに執着してる限り起きるんです。そこがなんかもよくわからない。なんだろう、じゃあその
私が思ってるその五章の一大事を解決したらこの世のものの執着はなくなるってことは間違いってことですね。うん、間違いです。この世のものに対する執着をなくすってことは悟りを開かないといけないから。ああ悟り、ああそうですか。で悟りはね、根性を開いても生まれ変わったらまたゼロに戻るんです。うん、はい、はい、でそこからまた学び直さないといけないんです。なんか私が今すべきことというか、もちろん聴聞続けるんですけど、はい、私自身は どうならないとダメ、どうならないといけないかって言ったら、人間死んでいくんだなっていうことが分かって、ね、この世のものに対する執着をしても意味がないんだなっていうことが知らされて、うん、心の種まきだけが大事なんだってっていう、こういわゆる現実世界に対する執着から心に対して意識していくっていうふうにシフトしていかなくちゃいけないんです、うん、だからお金を手に入れることよりも心で幸せな思いを起こしながら生きていく方が幸せだと思えるようにならなくちゃいけないんです。その心の種まきっていうのは、まあ、教えていただいたことをずっと続けていくっていう。そう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 、そうですか。はい。じゃあその悟りを開かない限りその死が恐ろしいっていうその心っていうのはあるっていうことなんですか、ね。はい。でそれは過去性があるから、はい、そういう思いが、そう過去性があるからこの世を手に入れたものが崩れるっていう経験があるんです、うん、魂に、はい、だからまた崩れてしまうんじゃないかと思うわけです、うん、過去性のない人は崩れていくっていう経験がないんです、うん、だから崩れると思ってないんです。ほとんどの人はね、はい、ほとんどの人ってことはその仏法を聞いてない人みんなですよね、はい、そうするとその文字として、まあ、文として死が恐ろしいっていうふうに、書いていただきましたけど、はい、一般的にその死ぬのって怖いよねっていう世間話で言うような死が恐ろしいっていうこととは全く違う。そう、死が恐ろしいよねっていうのは死が恐ろしいんであって、死ぬと何が起きるかっていうことが分かってないんです、うん、死ぬっていうことは生が絶たれることが怖いんであってね、うん、この自分が死んだらなくなっちゃうと思ってないんです、うんうん、この自分を持って死んでいけると思ってますから、思いっきり。うん、でこれあの悟りの開いた人は自分を持って死んでいけるってこと。そう、自分を持って死んでいける、うん、それか悟りを開いたことによって自分を育てるしかないって知らされるんです。だから人生の多くの時間をこの世のことにとらわれることよりも心を成長させることにとらわれていくようになるってことです、うん、もう悟りってなんかこう段階ありますよね。はい、これはどの悟りでそうな、どうなるんですか。いやだからその悟りっていうのはね、真実が知らされることが悟りなんです。真実を知らされること。そう、それがしね、真実に向かって、真実っていうものがあって、ええ、そこに心が向き合ってる状態が最初の悟りなんです、うん、ね、この中にずっととどまり続けて
いるのが次の段階なんです、ね、そしてこれにね、とどまり続けるだけじゃなくて、自分も染まっていくのがその次の段階なんです。そしてこれを今度人に伝えていくようになるのがその次の段階なんです。真実に対してどう向き合ってるかだけなんです、悟りって。なんかあの親鸞会時代になんかその悟りの話をされてた時した時あ聞いた時に、はい、なんか一足飛びでなんか生きるとかどうとかこうとかって言ってた、あれは何なんですか。あれはその真実をすべて悟っているその魂をいただくんです、他力の真実って、うん、だからその自分では体験できない世界が見えるんです。他力の真実をいただく人っていうのはその全知識だけですよね。そう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 、うん、だから自分だから そのそれ以外の人は真実は説法を聞くとね分かっていくわけですよ、うん、例えば人間っていうのはね10年であろうが20年であろうが一瞬なんだなとかっていうね思うっていうのが真実の世界なんです。それを見たら人間死んでいかなくちゃいけないって思うから、だからいや死にたくないと思って目をそらさない、そらすけど、いやそらしちゃいけないっていうふうに思ってるのが真十真の段階なんです。いや人間って死んでいくんだなっていうふうに思えるのが従順の段階なんです。そこから死を前提として生きるようになる。自分の考え方とか生き方がこの世のものじゃなくて別のものを中心としてね、心を中心として生きられるようなのが重要なんです。それを今度自分だけじゃなくて人にも伝えていくのが重エコーなんです。これ過去性のない人が、死んだらまた生まれ変わったとしてもやっぱり過去性のない人っていうのは、いや過去性のない人はね、多くの人は死んだらこの荒屋敷自体が崩れ去るんです、うん、なぜかっていうとね、価値にしがみついてるからね、過去性のない人ほど、うん、で価値を全部失うじゃないですか。そうそう、何にもない自分はここにいちゃいけないと思うわけです、うん、そうそう、不安ですよね、ものすごい不安です、半端じゃない不安が襲ってくるんですよ、うん、で不安に耐えきれずに楽になりたいと思うんです、うん、楽になるってことはこの荒屋敷を壊す。そうだから壊してしまうんです、自分で。もうそれで終わりですか。終わりです。無間地獄が待ってます。でももう前なんか魂の歴史がある人、長い人ってその苦しみに耐えてまた生まれてくるっていうふうにおっしゃってたのは どうなるんですか。その不安に耐えてるんです。壊れなかったんです、荒屋敷は、壊そうとしても壊れなかったんです。相当強いんですね。はい、そういう人は過去性がある人になるんです。はい、じゃあ過去性がある人なら死が恐ろしいって分かるんじゃないですか。死が恐ろしいと分かりますよ。でもその生まれたらすぐにってわけじゃないけど、生きていく中で、うん、ね、いわゆる価値を失う、死が恐ろしいってことは自分の中の持ってる価値を失う未来が見えるってことですから。だから価値が失われたならすごい不安に襲われます。でもそうであったとしてもその生き方っていうのは変えれないんです。変えるためには仏法が必要です。ああ、うん、はい、じゃあ仏法がなかったら過去性があったとしても、はい、死が恐ろしいと感じたとしても
もうそのまま生きていくっていう。そうです。はい。そうですか。これ梅田さんが書かれた著書の中で今のこのお話が分かる本って何かありますか？これが分かる本はないと思います。ないですか？あ、そうですか。はい。はい、その悟りについて書かれた本っていうのはもうないです。ないですね。はい。これは最近知らされてきたことです。あ、そうですか。はい。はい。はい。わかりました。ありがとうございました。はい。